こんにちは、ベーシックリーマニアチャンネルです。このチャンネルでは、人気の本や話題の本を簡単に要約して解説していきます。本を読む時間がない方や、本の内容をさらっと知りたい方におすすめです。このチャンネルでは、自己啓発書、ビジネス書、小説、エッセイなど、ようなジャンルの本を取り上げています。できる限り毎日動画をアップしますので、ぜひチャンネル登録してくださいね。もしこの動画が気に入ったら、高評価ボタンを押してくださいね。コメントもお待ちしています。あなたが読んでみたい本や感想など何でも書いてください。では早速本の要約を始めましょう。タイトル、ブランド、著者、岩田松雄。クライマックスポイント、街のスターバックスはいつも大変混雑しています。スタッフの接客態度が素晴らしく、店内の雰囲気も心地よく、多種多様なカスタマイズが楽しめるからです。スターバックスを選ぶ理由は、それぞれの人によって異なるでしょう。しかし、著者によれば、その理由はすべてスターバックスのミッションに関連しています。スターバックスのスタッフたちは、一人のお客様、一杯のコーヒー、そして一つのコミュニティから、人の心を豊かで、活力に満ちたものにするというミッションを共有し、行動しているからこそ、スターバックスは愛され、選ばれ続けているのです。この本の著者は、元スターバックスコーヒージャパンの CEO である、岩田松雄氏です。本書では、岩田氏がスターバックスなどでの体験を交えながら、ミッションとブランドの基本的な考え方、そして自分自身のブランドを築く方法を教えてくれます。特にこの本は、自信に欠けていて、将来のキャリアに悩んでいる人にとって、必読の書となるでしょう。そんな人は、まず、岩田流10針の窓というフレームワークを使って、自分も他人も知っている自分という部分を詳しく探求し、そこに関連する特徴を増やしていくことが大切です。その後は、自分は知らないが、他人は知っている自分と自分も他人も知らない自分と向き合っていきましょう。すると、あなた自身のミッションが見つかり、独自のブランドが完成し、自信を持って人生を歩んでいけるはずです。チェックポイント1、ブランドはミッションに基づいて形成される。スターバックスのスターバックスらしさブランド派、スタッフが共通のミッションを持ち、それに基づいて行動しているから生まれている。チェックポイント2、自分には特別な才能がない、他人に誇れる個性がないと感じている人は、実はブランドがないのではなく、ミッションが見つかっていないだけかもしれません。自分自身を深く理解するために、岩田流10針の窓という手法を活用してみましょう。チェックポイント3、ブランド化派差別化とも言い換えられます。自分の名前に続くの ××3 というタグが付けられるような、他と差がついた個性を持った人材を目指しましょう。会社名だけでなく、自分自身が差別化された存在となることが重要です。ブランドを作り上げる方法、ミッションを重視する。街中でコーヒーを飲みたくなった時、目の前にスターバックスとスターバックスのようなコーヒーショップがあったとします。あなたはどちらのドアに向かいますか？スターバックスを選んだ人に、その理由を聞くと、コーヒーが美味しいから、メニューが豊富だから、カスタマイズに対応してくれるから、と様々な答えが返ってくるでしょう。これらの理由はすべて、スターバックスのミッションに起因しています。スターバックスが多くのファンを持っているのは、スターバックスのミッション人の心を豊かで、活力あるものにするために、一人のお客様、一杯のコーヒー、そして、一つのコミュニティからが、店舗のスタッフの間に浸透しているからです。スタッフたちが同じミッションを共有して行動していることによって、スターバックスらしさブランドが形成されていくのです。ブランドはミッションから生まれるものなのです。自信のある商品やサービスだけを提供する、スタッフの接客がマニュアル通り完璧で、店内がおしゃれで、スターバックスに似た看板があるだけで、コーヒーの味は、まあまあで良いという考え方もあるかもしれません。しかし、それではうまくいきません。スタッフたちは、美味しいコーヒーを提供して、お客様に喜んでもらうことで、充実感を得ています。
コーヒーが美味しいからこそ、スタッフたちはお客様に笑顔で接することができ、その結果、店内に良い雰囲気が広がるのです。さて、皆さんは自分たちが提供する商品やサービスを心から誇りに思い、お客様に自信を持ってお勧めできていますか？相手の期待や想像を超える、スターバックスとスターバックスに似たコーヒーショップ。は、全く異なる存在です。同様に iPhone と iPhone に似たスマートフォンも全く違うものです。iPhone に似たスマートフォンは、すでに様々なメーカーから発売されています。さらに iPhone は他のスマートフォンよりも高価です。それでも多くの人が iPhone を選びます。その理由は、一度 iPhone を使うと他のものとは比べられないからでしょう。そしてその背景にはスティーブ・ジョブズとアップルの様々なストーリーが隠されているからかもしれません。私自身の経験から言えば、初めて iPhone を使ってみた時、驚きと感動で心が揺さぶられました。ボタンのないシンプルで飽きのこないデザインや、アプリでのカスタマイズの先進性に魅了されました。iPhone の各要素が消費者の期待や想像を超えており、そこから大きな感動が生まれたのです。このような経験や感動を何度も繰り返すと、消費者の中には Apple に対する良いイメージと尊敬が生まれます。細かい不具合があっても、多少のことは我慢して目をつぶろうという気持ちになるはずです。こうして Apple のファンやサポーターが生まれていくのです。自分自身を再発見するために、ジョハリの窓というコミュニケーション学や心理学で使われるツールを使って考えてみましょう。このツールは、自分が知っている知らない、他人が知っている知らないという2つの軸を組み合わせて4つの窓で表されます。1つ目の窓は解放された窓と呼ばれ、自分も他人も知っている自分を表します。二つ目の窓は隠された窓と呼ばれ、自分だけが知っていて他人には知られていない自分を表します。三つ目の窓は盲点の窓と呼ばれ、自分は気づいていないが他人が知っている自分を表します。四つ目の窓は未知の窓と呼ばれ、自分も他人も知らない自分を表します。このマトリックスは、自分自身を見つめ直すための手がかりとなります。自分には特別なものがない、個性を誇れるものがないと感じている人は、実は自分のブランドやミッションを見つけていないだけかもしれません。そこで、ジョハリの窓を活用して自己探求をしてみると良いでしょう。自分を深く探求するためには、独自のフレームワークである岩田流ジョハリの窓を使ってみましょう。このフレームワークでは、自分は知っている自分をミッションとし、他人は知っている自分をブランドとします。自分は知っている自分派、自分の目指す志や使命を表します。この内容が他人にも知られているかどうかで、上下の窓に分かれます。一方、他人は知っている自分派、あなたのイメージや表面的に現れるもの、つまりブランドです。自分で気づいているイメージと気づいていないイメージで左右の窓に分かれます。まずは第1の窓に注目してみましょう。これはミッションとブランドが一致している窓です。自分のミッションを達成するための努力を続けることで、それが周囲にも知られるようになり、第1の窓が徐々に広がっていきます。第1の窓を広げるためには、第2の窓に焦点を当てることが効果的です。これは自分の心の中にあるけれど他人には知られていないミッションや信念、理想です。 SNS などを使って他の人に知ってもらうようにしましょう。また、第3の窓である、他人が知っていて自分ではわからない自分に気づくことも重要です。そのためには、他人からのフィードバックを謙虚に受け入れることが必要です。そうすることで自分の意外な特徴に気づくことができ、自分の第3の窓を第1の窓に移していくことができるでしょう。新たな挑戦に取り組むことは、自分自身の未知の領域を探求する手段です。次に、第4の窓について考えましょう。この窓は他人も自分も知らない自分自身を指します。では、どのようにしてそれを見つけ、生かすことができるのでしょうか。
その答えは挑戦することです。新しいことに挑戦することなくして自分の可能性は広がりません。自分が知らない自分が存在するかもしれない。やってみれば思いもよらないことができるかもしれないという信念を持ち、勇気を持って一歩を踏み出しましょう。ブランド人として成功している人が実践していることについても考えてみましょう。まず一つ目は、失敗した場合に誠実に対応することです。失敗に対する誠実な対応はブランド価値向上につながることがあります。ある著者の経験として、かつて彼が営業担当として働いていた時に事故を起こしてしまい、支店の店員さんに怪我をさせてしまいました。その後、著者は毎日酒屋に通いお詫びをし、店員さんの容態を気遣いました。すると、最初はぶっきらぼうだった店主が話をしてくれるようになり、次第にワインの知識を教えてくれるようになり、値引きもしてくれるようになったと言います。ある日、店主は突然、一番高い車のカタログを持ってきてくれと著者に言いました。著者がカタログを渡すと、店主は最も高価な車であるサンタナという高級車を即決で買ってくれたのです。このエピソードからわかるように、著者が車を売るつもりで酒屋に通っていたわけではありませんでした。しかし、事故に対する誠実な対応があり、著者のブランドがプラスに転化し、結果として購入につながったのです。次に、自身にタグをつけることが重要です。自分をブランド化するためには、一般的な人材とは差別化する努力が必要です。著者は単に日産の岩田さんや日産の鈴木さんとして存在するだけでは、他の代替可能な存在となってしまいます。一方、総務の生き字引の田中さんとか一緒に仕事をすると幸せな気分になれる柿内さんといったように、独自のタグが付けられる存在になれば、それこそがブランド人材と言えるのです。さらに、職務経歴書に書ける実績を作ることも重要です。他の人と差をつけるためには、自身の実績を積み上げる必要があります。ブランド化された人と一般的な人との決定的な違いは、履歴書や職務経歴書に書けるような実績の有無です。自身のスキルを磨き、他の人にはない特徴を身につけることで、の ××3 というタグが付けられた状態になるのです。実績を上げることで、社内での評価や表彰を受けたり、競争力のある資格を取得したりすることが可能となり、さらなる差別化を図ることができます。最後に、仕事や人間関係がうまくいかない場合、すぐに会社を辞めるのではなく、一生懸命に目の前の仕事に取り組み、実績やストーリーを作り上げることをお勧めします。入社した企業で苦労しているのであれば、その苦労が報われる実績やストーリーを作るために頑張ってみましょう。実績を積むことで、よりチャレンジングな仕事を任されたり、楽しく働けるようになったり、競合他社や取引先からの認められる可能性も高まるでしょう。周囲の期待を超える、あなたは職場や取引先で伝説と呼ばれるような話を聞いたことはありませんか？それは、信じられないような出来事や心温まるエピソード、驚くべき成果を生み出す人物に関する話かもしれません。その中心には、情熱的で忍耐力のある人がいるはずです。彼らが驚くようなエピソードを作り出し、その人自身が伝説の主人公として語り継がれるのです。仕事をする際には、周囲の期待を超える成果を出すために努力しましょう。その過程で、笑いを誘ったり驚かせたりするような伝説的な出来事が生まれるかもしれません。そうしたエピソードは、あなたのブランド力を高めるのに役立つでしょう。伝説は必ずしも成功によって生まれるわけではありません。大きな失敗が伝説となることもあります。あなた自身が伝説的な仕事をする人物になることを目指してください。最後に、この本ではブランドをキーワードに魅力的な人物になるための具体的な方法が紹介されています。もしキャリアアップや不可欠な人材になりたいと思っているのなら、この本を参考にすることをお勧めします。
また著者が経験したり目撃したりしたエピソードが多く紹介されており、それがこの本の特徴です。例えばスターバックスのスタッフが常連客の女子高生にシナモンロールを届けたエピソードや、スターバックススタッフがお客様からの罵声にどう対応したかについてのエピソード、そして著者がハウスメーカーの営業担当者のファンになったエピソードなどがあります。これらのエピソードを通じてブランドの本質が教えられるのです。ブランド人になりたい人や変化の激しい時代を生き抜きたいと思っている人にはぜひ一読していただきたいです。